前が好き。わかった？アイテム飛ばなくても好き。ナイスが減っても好き。それでも好き。オワコンになっても好き。そんな僕を応援してくれる人はナイスお願いします。一人の女を思い続け配信やっていきます。二度と浮気もしません。うるさいって一途な思いをバカにしないでよ。一途な思いなんでバカにできるの。本気で好きなんだよ。俺はもう一途な男に生まれ変わったんだ。他のマンコには一切興味がない。ありがとうございます。マユの賢いだから、マユの賢いです。30個ありますマユリスさん。アイテム飛ばない、飛ぶじゃん。ありがとうございます。20個あります。眉が好き、眉が好きって言ったらアイテム飛ぶ。眉が好き、結婚する、本当に好き、大好き、大切にする。50個あります。大切にするんでアイテムください。眉を大切にする、結婚したいんでアイテムください。たくさんください。ファンタスティック、眉が好き、もっと欲しい、結婚費用が欲しい。ありがとうございます。指輪も買いたい、婚約指輪も買いたい、旅行も連れて行きたい、美味しいご飯食べさせたい。眉が好き、何が詐欺なの。30個、眉が好き。基本的に詐欺っていうのはね、ありがとうございます。ケイちゃんすいません。詐欺っていうのはね、付き合ってるのを隠すこと、露見したらアンチが増える、叩かれるのを、グレートありがとうございます。隠すことが詐欺なんだよ。ちゃんとリスナーにちゃんと正直に話すことっていうのは詐欺じゃないんだよ。50個あれです。どこが詐欺なんだよ。詐欺だったらイベント終わるとか付き合っ復縁したこと隠すだろう。どこが詐欺なんだよ。アンチ増えるだけなのに。本当すごいわ。15個も正直に話してること、イベント中にちゃんと話してること、過去はね、ちょっともう過去みたいなことはしない。嘘はつきたくないから。そんなに叩かれる？前が好きで仕方ないんだよ。ダメなの正直に。好きって言ったら。アイテム飛ぶからじゃなくて、彼女いない方が飛ぶわ。グレートは彼女がいない方が飛ぶよ、はっきり言って。50個ドーン。別に閲覧はね、最近一人で歩いてるけど、まあ、バーファンタスティックドーン、すごいわ。別にね、他の子で別に女芸やれば別に、それなんかどうでもなるんだよ。
そういうのじゃないんだよ。あー、ドンドンドン、じゃあすごいわ。好き好き好きだよ、そのら。ごめんね、前が好き言っとくよ。前が好きなの、好きで仕方ないから。バチ恋王が悲しんでも仕方ない、好きなんだから。こいつは前のガチ恋だなと思って応援してもらった方が分かりやすい。あー、バイク出ない、お願いします。ありがとうございます。投げるやつすごいな。いや、2人応援してくれてるリスナーさんもいるんだよ、中にはね。珍しいかもしれないけど、2人応援してくれてるリスナーもいるの。ね。前のとこが全部好きだよ。あ、また明日。ありがとうございます、バカ投げ。ありがとうございます。10万ゲットマジしょぼいって。ダメなの？別にね、一人の女を好き好きっていうの別に おかしくないし、純粋でいいと思うけど、不幸を応援するよりもダメかな。考えろ、もう35だからもう落ち着く。で、クルちゃんの痛みやって過去のことずっと言われるの。みんなって捨てたことないの、男と女。それずっと言われるの。あー、ケイちゃん、ありがとうございます。俺は結婚するよ、結婚する。いつまでもくるくる言ってたら、今付き合ってる人にもリスナーにも失礼だよ。騙したというか、俺はすぐ喧嘩したら別れるし、それでもめめしいからそうなるの。俺の恋愛ってそうだから。騙したいわけじゃないんだ、めめしいんだよ、めめしいの。したかったらしたいんだよ、好きなんだよ。分かった？自分の心に嘘つけないよ。前がね、前のこと大好きなのに、大好きじゃないふりしてね、女リスナー増やそうなんて思えない。好きなんだから。眉が大好きなのにそんなに好きじゃないって言って女リスナーをつなぎ止めることなんてしたくない。俺は好きなんだから。浮気しないよ、絶対にしない。大好きなのにリスナーがいなくなるからって大好きって言えなくなるなんて嫌だ。大好きなんだ。変わるよ、二度と浮気しない。
に宣言します。俺はこの先何があっても死ぬまで眉にしかチンコは使わない。宣言する。眉にしか使いません。くどい？まだ足りないよ。俺は30分じゃ足りない。それぐらい好き。眉一筋で。いや、気象ってみんなは、まゆちゃん、あ、れいなちゃんも分かってくれて嬉しい。みんなは恥ずかしい？一人の女を好きって言えない？堂々と。俺は言えるね。言えないことなのが恥ずかしいね。好きなのに、好きなのに言わない方が恥ずかしいと思うよ。一生懸命好きって言ってる方が恥ずかしくない。大好きなんだから。もう浮気しないから信じてほしい。絶対に浮気しない。正直が一番。ああ、ありがとうございます。みんないなくなるかなと思ったら優しいね。本当に嬉しい。頑張って歩いて応援してもらえるの頑張ります。あー、れいなちゃんもありがとうございます。軽いんだよ発言が。重みがあるね。こんなに言うことない、のろけることないんだから。こんな配信俺いつした？重みしかないだろう。何が軽い？こんな配信したことあるか？今まで3年間、好き好きってこんなに一生懸命言い続けたことがあるか？ないだろう。重みしかないだろう。重いよこの重いは。毎回こんなこと言ったことない。誰、いつやった？ないよ。言ってません。ないよ。のろけないよ。お前売ってねえよ。あるよって言ってるやつが普段見ないやつって何しとんだぜ。うるせえんだよ。否定ばっかりするな。来るにこんなに言ってないね。マッキーはいい女なんだよ。本当にマッキーを逃がしたら二度と巡り会えないぐらいいい女。俺はそう思ってる。甘いよね。正直が一番。ありがとうございます。眉ほどいい女はいない。俺が配信頑張って手に入れた女なんだ。他に会話？マッキー以外ないよ。眉以外の話は眉の話だよ。眉が好きなんだから。何の話する？そればかり。眉以外何の話するの？いや、眉の話しかないよ。眉ばっかり今日は。嬉しかったんだから許してもらったんだ。
できた口内炎できたストレスでストレスで口内炎できたねえお願い死んで嫌だろうね死んでほしいだろうねこんなに一人の女を好きなんだから愛されたいよね旦那さんにねこれぐらい羨ましいんでしょ俺がこんな男と結婚したかったよねこんなに好き好きって言ってくれる男がいいよね羨ましいよね眉が羨ましいんでしょまっすぐな男だからこれがいいところだ唯一の単純でバカなところじゃあ歩くか自分の放送しますんで今日は静岡市静岡駅泊まるわね静岡駅泊まりますで、ガチ恋リア突禁止ねガチ恋系のリア突は禁止でお願いしますわかった？ガチアンチいいよタポンさんガチアンチなのおいでコメントじゃなくて面と向かっていいな来るタポンさん来る話しつける面と向かっていいよまゆちゃん来たまゆちゃんサイダーありがとうまゆちゃんまゆちゃん好き結婚しよう1年付き合って大好きありがとうねサイダーサイダーありがとうまゆちゃん好き結婚しよう大好きありがとうね許してくれてもう浮気しないから本当に好き早くチューしたいいっぱいチューしたいずっとチューしたい、うん、チューしながらおしゃべりしたい、うん、ずっとチューしておしゃべりして1時間ぐらいチューしたいすごいチューしたい、うん、でずっとギューしてもう離れたくないもう離れないもうくっついて離れたくない、うん、いいまゆちゃん大好き浮気しないか捨てないで。あ、ケイちゃんとハルにありがとう。自分で言ってて気持ち悪くないよ。好きなんだもん。何が気持ち悪いの？ダメなの？彼女に。